久保さん、精神論最強ですね、はい。なんか今回ね、あの、今ね、さっきあの、これ多分3回目ぐらいなんですけど、あの、北海道でロケットを作ってる企業さんの社長さんの話をね、テッドか。で、また聞いてたんですけど、まあ、どうせ無理っていうね、どうせ無理っていうワードが出てくるんですけど、あの、どうですかね。 北海道のの田舎の町でロケット飛ばすどうせ無理だろうっていう。まあ相当言われたって言ってましたけどね。うーん、ね <laughs> ななんか、でも今世界に3台か2台ぐらいしかない、なんか、無重力のなんか機械もあるみたいですけど、作っちゃったみたいですけどね。<laughs> なかったら作るみたいなね。うん。みんなやっぱその、どうせ無理っていうところで諦めてる。 人が本当に多いなっていうのはすごく感じていてあのー、昨日かあのー、報告いただきましてその方とお会いしたのがもう4年3年4年3年前になるんですけど僕が東京行った時にあのー、企画として東京来たんで無料コンサルやりますっつって投げたらまあ34人来ていただいたんですけどまあ1人ね来てね YouTube やった方がいいっすよと。 で、まあそ,そのジャンルマニアックですけど、まあまあなんか、それ武器じゃないですか、みたいな。それ武器だから、それ YouTube でやればいいじゃないですかと。多分発信してる人誰もいないから、いけますよ、みたいな。で、それからきっかけで、まあ YouTube 始めたわけですよ。うん、まあ始められない人もいるんですけど、その人始められました。で今度始めたら、今度継続できるかっていうのはね、問題で、まあほぼ9割ね、まあ3年続けるとかね、難しいじゃないですか。 4年とかね。その方はね、なんと、続けてるんです。今、1100本、1100何本だったかな昨日報告もらったのが、なんだ、えっと、えぇ、ー、1000、 書いいてないなあれ書いてあったよねあ、当たったったった。うーんと、1223本ですね。1223本。どうですかね。この、多分ね、ちょっと、女性の方なんですけど、年齢が、多分まあ、ちょっと聞いてないですけど、おそらく、30代ではないです。40代、40後半か、40、40ぐらいだ。40代かも。もしかしたら50いってるかもしれないですけど。 ちょ年齢聞いたいんで、多分30代ではないですね。はい、まあ、息子さんもいらっしゃるので、続けててね、1200本ですよ。うん、で、まあ、な、何かっていうと、結論その、15万の商品売れましたみたいなね。<laughs> セールスして、えー、90日の口座、それ15万で売れました、つってね。まあ、全然そのお金儲けとかね、そういうやつじゃないです。まあ、その建設会社の、建設会社の、 建設会社の,その設計するときのソフトがあって、なんかその、そのソフト、まあ例えばアドビのプレミアム、アドビの、なんか、アドビのその、なんだろうな、アドビのソフトあるじゃない、フォトショップとか、あとは、えっと、なんだ、プレミアムプロ、プレミアム、あの、動画編集の、とか、まあなんかそれの建設版があるらしいんですよ。 で、それを、それを、なんか教えてるらしいんですけど、で、そのソフトの使い方っていうのが、マニアックなんですよね。そ <laughs> で、まあ、それの動画とかやってて、で、それを教えますっていうようなやつだと思うんですね。でも、15万ですよ。<laughs> 売れましたっつってね。で、しっかりのね、無料面談。なんか、21人集客したとか言ってたかな。 で、無料面談して、で、クロージングしていくっていう話なんですけど。で、15万売れました。って報告来たんですけど。どうすかねどうせ無理ですかねこれチャンネル登録者数が今んところこの人、264人ですね。264人です。チャンネル登録者数ね。1000人満たないです。はい。どうですかね吉谷さん。1200本もアップロードして、 えー、15万つか <laughs> それってどうなんですかと思う人もいるでしょうね。果たしてそうでしょうかお前がやってみろと <laughs> お前が15万の商品作って売ってみろとどんだけ難しいかどんだけ難しいかお前が、ね、集客して一人の力で、ね、集客してね,ね信頼関係構築して15万の商品セールスしてみろとやってみろと やった人じゃないと分かんないいとかんでまあまあまあそういう指さしてくるやつは絶対やってないですからね。<laughs> うん、だからまあそういう人たちはまあ申し訳ないですけどあの1ヶ月働いて15万とか給料をもらえる生活を一生すればいいんじゃないですか。まあ、この方には新しい未来が新しい道がもう見えてます。 まあ、あとはこれね、今、あのー、中間報告でもらってるんで、個人面談4件。だからこの4件中2件でも、なんか今15万の商品と45万の商品を売ってるみたいなんですけど、もしこれ無料面談で4件中1人でも45万決まったら、上乗せで50万以上の売り上げですかまあ、15万もう1人決めたられば30万ですよ。うん。そう。ってなってくると、じゃあ50万稼ぐってなったらね、50, 50万稼げますか <laughs> まあ今はね、あの中間報告でご報告いただいてるので15万ですけど、まあ15万はすごいですよ。だって全く右も左もわかんない初心者だったわけですよ。YouTube 全くやったことないと。こんな私ができるんですかみたいな。そう。これね。そう。そうあの、建設の花沢さんっていうチャンネルですね。建設の花沢 これね顔出ししてないっすね。建設の花沢さん。やってるね。<laughs> 建設の花沢さん。<laughs> CAD っていう、CAD っていうなんかその建設会社で使う設計のソフトがあるのかな。そう、やってますね。毎日やってますね。 えこれ最近はあれですね。なんかアニメーションでやってんのかなあーこれはあれですね。なるほど、なるほど。アニメーションは動かないのか。素晴らしい。素晴らしいですね。建設の花沢さん <laughs>。建設の花沢さん素晴らしいな。これ一番最初の動画どんな感じなのかなだからクオリティもだいぶ上がってますね。昔の。 あ昔に比べるとなんかあれじゃないですか、うん、3年ぐらい経ったのか、うん、はい、はい、まあそんな感じでどうせ無理どうせ無理どうせ無理なんです <laughs> どうせ無理ねいってらっしゃい